おい、カズヤン、お前どうした？どこに行っちまったんだ、カズヤン。お前がツイッターも YouTube も消して、一切音沙汰がなくなってからもう数ヶ月経つ。俺はな、カズヤン、どうせそのうち復活するだろうと思ってな、最初は気楽に構えてたんだよな、カズヤン。でもお前、全然復活する気配がないじゃないか。おい、カズヤン、聞いてる？ねえ、お前と過ごした楽しい日々、俺は忘れてないぞ、カズヤン。いろいろあったよな。俺とお前は登録者が1000人に到着するとき、同じ日だったんだよな。はぐれ哲学者さんがお前のチャンネルを宣伝したことで、俺は2時間お前に1000人到達が負けちまったけどな。でも同じ日に1000人に到達したのは今でも覚えている。ちょうど今から1年前の1月のことだな、あカズヤン。それからお前は泉での選挙、または選挙運動、政治活動を問わず、俺が大阪に行ったときは必ず会いに来てくれたよな、自転車でな。おいカズヤン、なんで車で来ないんだよ。そうやって聞いた俺にお前は、いや、駐車場代がもったいないんですよって言ってたよな、カズヤン。お前、駐車場代ぐらいな俺に言えよ。それぐらい出してやるよ、カズヤン。つい先日、とある方から、カズヤンは元気にしてますか？そう聞かれたよ、カズヤン。でもな、俺にもわからないんだよな、カズヤン。お前は社会人になると、就職すると言って、SNS は一切やめる、そう宣言して去っていったよな。でもな、カズヤン、仕事しながら YouTube、仕事しながら Twitter、みんなやってるぞ。俺もそうだな、カズヤン。仮にカズヤンが今ニート無職のままであっても、カズヤンはカズヤンだな。あカズヤン、大事なものはお前の胸の中にあるんじゃないのか。本当は帰ってきたいんだろ、カズヤン。でもどんな顔して帰ってきたらいいのかわからないんだろ、カズヤン。聞いてる？ねえ、お前の性格上、人の動画はおそらくチェックしてるだろうな。そう思ってこの動画を撮っているんだけどな、カズヤン。お前が就職していても、仮に就職がまだできていなくてもな、カズヤン、また YouTube やりたいな、
ツイッターやりたいなと思った時は我慢しなくていいんだよ。帰ってこいよ、カズヤン。俺は受け入れるぞ。そしてまた今度はお前が1000人に到達するその日が一日でも早くなるように俺のチャンネルで宣伝するぞ。なあカズヤン、カズヤンという人間はな、頑固でわがままで一見気難しいやつのように見えるけどな、それぐらい芯が一本通って頑固者の方がいいんだよカズヤン。周りに流されてブレまくるやつよりな、立花投手を見てみろ。一見笑顔がいっぱいで柔らかそうに見えるが、 NHK をぶっ壊すということに関してはもう10年以上一貫してブレずにまっすぐ前に進み続けてるだろカズヤン。そういう人はな、最初は受け入れられがたく思われてもだん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 少しずつ1ミリずつ1センチずつ人に受け入れられ始めて、そしてそれが月日を追うごとに大きな力となり大きな輪となり、自分の一人の力では到底発揮できなかったような大きな大きな力になるんだよカズヤン。だから俺がお前の一人目の理解者になってやるカズヤン。だからもし帰ってきたくなった時はいつでも帰ってこい。そのタイミングが今じゃないと思うならすぐには帰ってこなくてもいい。全部すべてお前が決めろ、自分で決めろ。このまま1年2年音沙汰がなくて3年後に帰ってきたとしても俺はお前のことは決して忘れてはいないぞカズヤン。それが5年先でも一緒だ。ずっと帰ってこないかもしれない、それでもお前のことは忘れないぞカズヤン。そして帰ってきた時にはまた前みたいに楽しくバカ騒ぎができたらいいなカズヤン。以上だ。